ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、もうすぐ秋だね。秋になると美味しいものがたくさん食べられるから今から楽しみだよ。秋鮭やサンマ、柿や栗に芋、それらを使った炊き込みご飯。ああ、食べたくなってきた。早く時期にならないかな。そうだな。食欲の秋以外にも、芸術、スポーツ、読書の秋ともされているから、そっちの方でも楽しみだな。それと秋は紅葉が美しいから、ハイキングなんかも楽しみであるな。うんうん、紅葉ね。秋野の山は色とりどりで歩いていて清々しいからね。まあ私は、もみじ狩りよりキノコ狩り派なんだけどね。霊夢の秋って食欲が占める割合多いな。ただ、キノコに対する知識を持たずに行く素人だけのキノコ狩りは危険だぞ。わかってるって。だから今回はキノコ狩りのプロのおじいちゃんと行くつもりだよ。納屋にあったキノコ図鑑も持って行くし完璧だね。お、ガイドさんがいるなら安心だな。うんうん。何せキノコ一筋90年のキノコ博士だからね。ここ何年かは入院していたみたいだけど、知識以前におじいちゃんの体力面が不安だな。確かに。まあ、キノコ図鑑も持っていくし大丈夫でしょ。ちなみになんだがその図鑑っていつ発行されたものなんだ？何？昭和63年。元号一つ飛び越えちゃってるよ。まあ、知識を持った人もいるし、古いとはいえきちんとした図鑑もあるわけだし。そうだな。ただ、数ある毒キノコの中にはもともと食用キノコとして食されていたにもかかわらず、近年になって有毒と判明したものも存在するからな。え、何それ？そんなキノコが存在するなんて。詳しく教えてよ。OK、なら今回は元食用の毒キノコ、杉平竹について解説しよう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、それじゃあ早速杉平竹の解説をしていこう。杉平竹はキジメジカ杉平竹属のキノコ。北半球の温帯地方に広く分布し、国内では東北地方をはじめ多くの場所で見ることができる。発生時期は晩夏から秋。松の木や杉などの針葉樹の倒木や古株などに写真のようにびっしりと群生しているケースが多いな。おお、真っ白で綺麗なキノコだね。毒々しい感じが全くないや。これは食用として親しまれてきたってのも納得の見た目だね。そうだな。毒キノコといえば真っ赤でブツブツした斑点、なんてイメージを持つ人が多いかもしれないが、この杉平竹をはじめ、白卵天狗竹、毒鶴竹などの白いキノコにも人を死に至らしめるような猛毒を持つキノコは存在するからな。白いキノコは安全、なんて思っている人もいるかもしれないが、そういった固定概念は捨てるのが賢明だな。やっぱり素人がキノコを安全かどうか判別するのは危険ってことか。難しいな。話を戻そう。この杉平竹は傘の大きさは2から7センチ程度。傘、ひだ、全てが白く、斑点や模様などもない。まとまって生えているという点を除き、これという特徴がないキノコと言えるな。つまり、特徴がないのが特徴ってこと？それってすごく厄介じゃない？ああ、こういった見た目から食用である焼きふたけと比較されることが多い。これが焼きふたけの写真だ。おお、確かに似ているね。山で見つけたらどっちがどっちかわからなくなりそう。これと杉平竹の見分け方ってあるの？そうだな、焼きふたけの方には年輪のような模様があるから、そこで見分けることができるぜ。ふむふむ、模様の有無ね。覚えておかないと。にしても、何度見ても無毒そうな見た目をしているよね。もともと食べられていたっていうのもよくわかるよ。これってどういった経緯で有毒認定されたの？杉平竹のことも簡単に説明したし、ここからはこのキノコと人との関わりについて解説していこうか。杉平竹は良質な歯触りと癖のない味から、和洋問わず様々な料理に活用できたため、古来から人々に愛されてきた。国内でも多くの地で食されてきたが、他キノコに比べ寒さに強く、針葉樹林に生えるといった特徴から、特に東北地方で重宝され食べられていたんだ。杉平竹にはカノカ、カヌガなどの地方名が存在するんだが、そのほとんどが東北地方で呼ばれていたことからも、どれだけ身近なものだったのかがわかるな。ええ、こんなにいろんな呼び名があったんだ。食べるものが少なかった当時、東北の人にとってこのキノコは雪が降る前に採れる貴重な山の恵みだったんだろうね。ああ、杉平竹は東北地方の特産品として知られていたからな。1990年の天皇即位に伴う大嘗祭では、秋田県の献上品の一つとしてこの杉平竹が献上されたぐらいだからな。ほう。つまりその県代表の農水産物としてそういった儀式に差し出されるほど親しまれていたってことか。ああ、安定的に生産できるよう杉平竹商用化に向けた研究も行われていたようだしな。そんな東北地方の特産品として長いこと愛されてきた杉平竹だが、2004年に転機を迎えることとなるぜ。それは2004年の秋に起きた。東北北陸を含む9県で、原因不明の急性脳症が続出したんだ。
その数なんと59名。そのうち17名は残念ながらお亡くなりになったんだ。は？ 59 名って、凄まじい人数じゃん。当時大きなニュースになったんだろうな。それも原因不明ってなるとなおさら不安になるよね。ああ、それだけの人数、そして死者が出たんだ。最近テロや風土病、公害など様々な噂が飛び交っただろうな。すぐさま原因解明のための調査が行われた。その結果、59名全員が杉平竹を食べていたことが発覚したんだ。うわぁ、やっぱりか。あれ？でも杉平竹って毎年のように食べられてきたんだよね？このキノコが原因って考えにくくない？ああ、食べていたと言っても最短2日前、人によっては1ヶ月前とすぐさま発症したわけではないからな。長年食べられ続けたこともあり、杉平竹がこの事件の原因だとは考えにくかったんだ。だよねー。私も長年食べてきたものが変な言いがかりで食べれなくなるのは嫌だもん。私たちの郷土の味を奪うなーって。そうだよな。そのため、杉平竹の成分調査が行われる運びとなった。その結果、長年愛されていた杉平竹は毒キノコであったことが判明したんだ。でも今まで食べられていたんでしょ？じゃあ、突然変異で毒性が現れたなんて考えられない？もちろんその説も考えられた。だが仮に突然変異したとして、それが同時期の東北、北陸という広範囲で一斉に置き換わったとは考えにくいぜ。ああ、確かに。一部地域ならわかるけど、さすがに東北や北陸の全域となるとね。それも1シーズンで在来種を駆逐して置き換わったとなるとな。でもなんで2004年に急に急性脳症が続出したんだろう？何か原因があるに違いないよ。それはだな、霊夢。前年に感染症法が置き換わり、2004年より急性脳症が全数把握対象疾患に指定されたのがでかかったな。この患者が発生した場合、行政へ報告するように、とね。これが結果的に、杉平竹の危険性を突き止める要因になったんだ。あと、つまり、今までは報告されていなかった急性脳症患者が報告されるようになった。調べてみると特定の地方でその数があまりにも多かった。原因を調べてみたら杉平竹だった。って流れで毒キノコであると判明したってことか。その通りだ。それまでは専門家や専門書をはじめとするあらゆる媒体で無毒と信じられていたからな。毒キノコと判明した時は大きな衝撃が走っただろうな。うむ。じゃあ、いつも食べている食材にも私たちが知らないだけで有毒のものもあるのかもしれないね。うん。2004年に初めて人を殺すほどの強力な毒を持ったキノコであることが判明したんでしょ？じゃあ、それまで食べていた人の中にも、このキノコが原因で亡くなった人は5万といるだろうな。なんとも言えないや。まあ、動物実験によって100度の熱湯で30分茹でたものは、ラットが1匹も死亡しなかったそうだから、ぐつぐつ煮込んで食べていた人は今もご健在だと思うぜ。あ、だからといって食べようなんて考えるなよ。人を死に至らしめるほどの猛毒を持つキノコに変わりないんだから。わかっているよ。ただ一つだけ聞いていい？もし食べちゃったらどういう風になるの？そうだな。この杉平竹をもし摂取してしまった場合、初期症状として足の脱力感、ふらつき、意図しない筋肉の新鮮や高温障害などが現れる。その数日後には筋肉の不随運動が出現。悪化すると全身性の痙攣、麻痺、意識の混濁や昏睡などの意識障害を引き起こし、脳浮腫が進行し死に至るんだ。うわぁ、今までいろんな毒キノコの症状を聞いてきたけど、どれとも似つかないような唯一無二の症状だね。これも他毒キノコ同様、初期症状が現れたらすぐに病院に駆け込むのが吉だね。そうなんだが、この杉平竹は下痢や腹痛、吐き気といった毒キノコ特有の中毒症状は現れず、食べてから初期症状まで2日から1ヶ月と非常に長い無症状期間があるんだ。最短2日って、それじゃあ、病院に駆け込んだところですでに毒成分を吸収しきっている場合がほとんどってこと？救いがなさすぎる。ほとんどの毒キノコ同様に特異的な治療方法も確立していないからな。これを20年前まで普通に食べていたなんて、分かった後だとゾッとするよな。夕食に当たり前のように出てきて、美味しく食べていた人が1ヶ月後には帰らぬ人に、なんてことが知らず知らずのうちに起きていたかと思うと。ね、もちろん、食べた人が全員かかるわけでもなく、2004年の事例では発症者の多くは腎機能に障害を持つ人だったそうだ。ただ、死者には腎機能障害のない若者も含まれているから、どのみち危険なことには変わりないがな。ねえ、この杉平竹の凶悪な毒成分って判明しているの？あまりにも系統が違いすぎるっていうか。そうだよな。有毒物質としてシアンやレクチン、脳細胞を破壊する異常アミノ酸が原因物質として疑われているが、原因物質の特定には至ってないぜ。今後の研究に期待だな。うんうん。
一刻も早く杉平竹の研究が進んで、もしものための治療方法の確立を願うよ。これにて杉平竹の解説を終了するぜ。こんな危険なキノコが少し前まで食べられていたなんて、昔の図鑑とかはまだ食用と書かれているかも。だから気をつけないといけないね。これ以外にも危険なキノコについて解説しているから、他の動画も見てくれると嬉しいです。それじゃあ、またね。